聴者さんと一緒にね足を運びたいと思います。登場してもらいます。どうぞ。大人サバランチというところで、そう2階もソファーになってますからね。唐揚げって正義や。めちゃくちゃ美味しい。この質問使わんす。全カットで。どうも、タカとポンちゃんです。今回はね、新企画というところでね、イエーイ、視聴者さん、ゲストの方にねお店を紹介していただくというね企画なんですけども、はい、今回ねおすすめって言われてるお店の方にね、視聴者さんと一緒にね足を運びたいと思います。もう到着してはるんでね、早速ねご紹介できたらと思います。はい、ということでね、もうお店の目の前に着きまして、今回ねゲストさんに来てもらってますんで登場してもらいます。どうぞ。どうも自己紹介お願いします。はい、どうも、おでっこです。よろしくお願いします。マスガにあるね、美容室のね、美容師さんですね。そうです、はい、マスガボルクで働いてます、スタイリスト吉本と言います。はい、ガチガチじゃないですか。ガチガチめっちゃ弱いよ、こんなほんま、めっちゃダンプ。全然大丈夫ですよ。実際に僕の髪を担当してくださってるんですよね。はい、そうです、はい、はい、もういつも気合い入れてやっております。はい、でライブ配信とかもよく来ていただいてて、お声をいただいてた。で、今回そのおすすめのお店というところでね。そうなんです。はい。でも早速入っていっていいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞどうぞ。行きましょう。行きましょう。レッツゴちょっとね、中見たんですよ、さっきに、はい、もう1階もめちゃくちゃこうドライフラワーとかがあっておしゃれですけど、2階もやばいですね。そうでしょ、2階もソファーになってますからね。ね、うん、なんかビップ席みたいな感じ。そうそうそう、びっくりした。ちょっと良いクラブビップ席みたいな。どういうことですか。あ、なるほどね、クラブね。あ、なるほどですね。行ったことないですけど。あ、行ったことない想像だけの、想像だけの、まあ、僕も行ったことないけど今回、こちらのお店でおすすめのメニューがあるというところで、はい、そうですね、何なんですか。これですね、これ見せて大丈夫。いいですね、はい、これ、大人様ランチですよ。すごいな、これ、マジで量多いんですよ。あ、そうなんですか。量多いんですか。マジで量、大人の僕でも結構腹パンパンなようなイメージがあります。これ見てもらったら分かるけど、スープ、デザート、ドリンクまでついて、まあ、2000円っていうところで、お子様ランチではなく大人様ランチというところで。お願いします。この大人様ランチ2つ、はい、ドリンクの方でくださいますか。アイスコーヒー1つと、はい、じゃあマンゴージュース1つで、はい、ちなみに何回ぐらい来られてるんですか。ここ最近は来れてなかったですけど、結構その結婚して嫁に教えてもらってからはちょこちょこ嫁とランチに行く時に使ったりとか。なるほど、デートスポット。本当確かにすごくおしゃれやし、そう、美味しそうなもん多くて、そうで、なんかめっちゃこだわってるじゃないですか、うん、はい、けど値段がすごい手頃。手頃、めちゃくちゃ、うん、1000円前後っていう、うん、この大人様ランチだけはちょっとバンと行くんやけど、はい、2000円って。けど他のやつはほんまに1000円前後でですね。ローストビーフのドーム丼やもんな。ドーム全然ドームです。すごいドーム、すげえな。で、お子ちゃまランチっていうのもある、はい、みんな子供とも一緒に来れるし。来れますね、はい、ママさんたちとかやっぱ集まってるのも多分よく見るしっていうので、うん、はい、多分すごいなんかおすすめできるお店かなと思って、はい、美容師の仕事されてて、はい、結構多忙じゃないですか。休みもそんなに多くないし、はいはい、そんなない中でも結構いろんなとこ食べに行かれてるんですか。そう、まあそうですね、行くときはほんまに行ったりとか、うん、ゴミのやつをとりあえず見てここに行きたいっていうのを全部チェックして嫁さんにこう、これどうどうって言って、どんなんって言ったらならゴミの動画見せるみたいな。めっちゃありがたいな。だって毎回さ、はい、ライブ配信とかでもさ、コメントくださってな、はい、スパチャまでくださるしな。あれはいやいや、まあ、ありがたいです、ね、あれはほら、だってほら見てください、ほらずっと持ってはる。マジでこれだけちょっとほんまに、うち店でこのステッカー見たらみんなお客さん知ってんねん。マジかよ。店長が担当してるお客さんが急にシャンプーしてる横で、これ盗み聞きしとったんですけど、バーってしてる最近ね
奈良県の YouTuber ね、僕ね結構見てるんですけどね奈良コミって知ってますみたいな、うちのお客さんでって言って、ああそうなんですねって、あの人たちほんまセンスありますよねみたいな。いやセンスはない、センスはない、なんか選ぶ店とかセンスありますよねみたいなんでやっぱーみたいな、すげえな、うん、なんかめっちゃ褒めてくれるやん、ちょっと照れくさいっすあ、お願いします。日本食とデザートありますのでまた呼んでください。わかりました、はい、失礼します。こちら大人様ランチ届きましたわうん、すごいすごいな、まずこれあのエビフライの大きさがまず驚く、はい、顔や迫力やば、すごいっすね。でこれもう好きなもんしか入ってないやん、唐揚げとかオムライスとかハンバーグ、いいね。ちょっと何から食べていいか迷うけど、だいぶ迷いますね、はい。さっき僕からちょっといただいていいですか。どうぞどうぞ。おでこさんのおすすめというところで、はい、巨大なエビフライをいただきたいと思いますわうん熱かったやん熱かっためちゃくちゃうまい、あのもうサクサクしてるし身がねしっかりと詰まってるんで、でプリッともしてるから間違いない。ほら中はちゃんとしたケチャップライスで、なんかすいませんね、うん、うん、ほんまっ、めちゃくちゃ美味しい。ケチャップ感も強すぎひんのよ。でこのデミグラスソースのコクが口の中で広がってめっちゃ美味しいね。いただきます、いただきます。そうですね、僕なんか毎回スープから行ってしまう。まあそうやな、はい、あいいですね、あっさりしてるからね、もうほんまで、こうしてからもう米いくんですね。おー、はい、慣れてるな、ね、もうこうなるほどな、だいたいね、うんあめっちゃ久々、うまいわ、うまい。どれが一番好きですか。僕ですか、言われたら迷うっすねだって好きなもんしかないやん、こんなん。間違いない、いつも唐揚げとエビフライで迷ってしまう、ね、なるほどね、うん、じゃあちょっと唐揚げも食べよう。唐揚げ食べよう、うまっ、めっちゃしっとり、うまいわ唐揚げって正義や間違いないこれはうまい、やばいっすよね、うん、逆にこれ逆に質問してもいいんですか。ああいいっすよ。えで奥さんのどこが好きなんですか。使わんすねその質問使わんす、あの全カットで、あの権力僕が持ってるんで、カット権力僕が持ってるんで、やばまあ、僕はね、全然隠すことなんかないもんね。僕があるみたいな言い方もないもんです確かに何もないかも。え、じゃあ、お住まいの住所はそれは言われすげえ、プリンや。プリンだ。これ上に絡めるやねんな。な、これめっちゃええな。うん。おうまこれ。プリンがすごいもうトロトロで、このカラメルがちょっとほんのわずかに苦さあるみたいな感じで、も全面に苦さが出てるかって言ったらそうじゃないから、すごく食べやすい、めっちゃ美味しい、うまい、うまっ、うまっ、うまっ、うまいっすね。カラメルがねめっちゃいい、なんかこう甘すぎずでもこのほろ苦い感じ。そう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 、うん、ほんまお腹いっぱい、お腹いっぱいになると言葉数めっちゃ減りますからね、眠なってきますもん、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ってなわけでユージーさんの方で美味しい大人様ランチいただいたんですけども、うまかったですね。おっしゃうまーということでね、まあ、今回はね、あの奈良コミ初このゲストさんにね、あの視聴者さんにね出ていただいて、おすすめの方をねご紹介いただくというね、
ちょっと贅沢な企画をやらせていただいたんですけど、はい、実はね、僕こちらの店初めてお伺いさせていただいたんですよ、はい、めちゃくちゃ美味しかったしインパクト大でした。はい、ありがとうございます。ここまで大人様ランチはね、もう大人が好きなものをね、より1個グレードアップさせたような、エビフライも有頭エビフライで大きかったりとか、唐揚げの味付けとかもしっかりこだわれてたりとか、ハンバーグもねしっかりジューシーであったりとか、もう一つ一つのクオリティが高い、しかもデザートもついた、もう贅沢なランチでした。はい、はい、他にもね、なんかローストビーフ丼とかいろいろ食べられたことあるんですよね。あります、はい、結構ねボリュームもたくさんあるので、うん、はい、男の人でもがっつり食べたいなっていう人でも全然おすすめできるメニューがたくさんあるので、ぜひお子様用のね、あのメニューもあるので、そうそうそう、はい、一緒に連れて行ってもらってもいいかなと。駐車場に関してなんですけども、こちらお店のね前のところに駐車場ございまして、結構台数止めれるんで、そちらの方に、ね、止めてもらえたらなと思います。まあ、あのおでこさんにねお会いしたい方はね、近鉄増賀駅からだいたいとこで10分ぐらいの場所にあるボルクっていう美容室があるんですよね、中和幹線沿いなんですけども、はい、そちらの方に行っていただければおでこさんにあのお会いできますんで、ぜひね予約してもらって、あのおでこさんいますかで電話してもらったらあの予約取れると思います。はい、ありがとうございます、はいはい、僕らのことが気になる方は YouTube チャンネルもやってますんで、はい、あのどんな感じか見てもらったら、だいたいふざけてる動画しかないので、よかったら見てください。今回はありがとうございました。いや、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです、はい、いや、ありがとうございます、はいはい、ということで、はい、こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方をポチッとお願いいたします。あとツイッターとインスタの方もやっておりますので、フォローの方どうしどしお待ちしております。本日のおでこさんの一言、友人なだけにもううなるぐらいご満悦ですわ。もううなる具合で友人は思ったわ。ご満悦もあったんやねうまいっすね、でも2個かかってるやん次回の動画でお会いしましょう。バイ。